すべていきましょう。はい、何人いるんですか。3人。3人。何タイプが。ドラゴン。ドラゴン。フブキはフリーザ必須なのかな。でもドラゴンって言ってもそんなドラゴン。ドラゴンは出てこないから、やっぱり水とか電気とか普通にいるか。うん、うん、とりあえずじゃあそれで行ってみましょう。一人目ですね。うん。レベル高。水じゃない。行きましょう。お料理ライチソナス。最後のジムバトルとなりました。相手をするのはスペジムの面々です。さあ佳境に相手の対戦者参りましたね。じゃあジムリーダーも、はい、さあ誰か来る。9個。水でよかった。まあどうだろうね。聞くだかね。ドリルドリル口は効くと思う。炎効きそうだけど、めっちゃ炎効きそう。はい、え、炎を乗るぞってどんな。さあ、まずは。結構いい、あんまりいいよね。さあ、渦の中に閉じ込められた。うん、よくないな。渦の中に閉じ込められる。やけどみたいな感じ。うん、やけどみたいな。50。な、炎の渦だ。あ、50か。さあ、熱戦が続いております。今、準備が整って、うーわ、寝させる系。そう、効かない。なんで効く、なんで効く。あ、おい、ナイス、ハッカの実。鬼の字、ハッカの実でよ。鬼の字、ハッカの実。よしよし、もう一発で死ぬわ。どういうほどの攻撃だ。炎の撃つ、大文字とかない。両者とも大健闘です。寝るな。あ、今度は。おっと。よし。よし。さすが、さすが、さすが、いよいよ。よーし。よし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 。でかい。水持ってきてない。いいよ。さあ、次はどのポケモン。ちょっと、ウィキ見てないので、何の技持ってるかわかりません。何の技持ってるかわかんない。そうなんです、持ってきたから。お、もんじゃだ。もんじゃいいね。もう鬼ドリルで型をつけたい。もう、うん、この試合は。この攻撃決め十分。うんうん、まあまあ、よしよしよし、そんなんじゃだ。この攻撃アルイット、なんかあれみたいなもんだね。締め付け系か、うん、この部分トレーナーは。タイミング渦に、じゃあ水タイプだったら渦潮とか。うん、よし。ここでダウンです。次はさあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでドームの登場だ。これで使える。これも鬼ぶり。さあ、熱戦が続いております。最後赤いコースですか。うん、激しい攻撃。勇者ナイス。急所、おっしゃナイス。鬼ドリルだけで勝ちました。鬼ドリル強い。だからね、なんかね、最初の方って鬼ドリルが意外と役に立った。うん、破壊光線とドリルくちばしっていう組み合わせが、うん、最高なんだ。このトレーナーはそんなに1戦目が強くないって分かればさ、ちょっと楽になるよね。こう3期あ、5三期いる。うわ、おいおい、ドラゴンって誰、ドラゴンの要素どこにあんねん。でもドラゴン使いのジムだからさ。あ、もしかしたらリザードが竜の息吹持ったりとか、そういうこと。そういうことだ。五三期すげえな、これ。面白い6体だね。うん、五三期の組み合わせだね。鬼のライチか。水にしてきたらライチにすればいいのか。水？うん。
まあいいや、とりあえず鬼ドイルから行くっていうので、うん、鬼ドイルはどれも大丈夫、水も炎も草もまあ、うん、まあまあまあどれにかやってそこやってくれるでしょ、やってくれる、ね、水、うん、とりあえずが努力します、さすが鬼ドイル、さあ、まずは、急所聞いてほしかった。ふぶき。うわー、マジかよ。聞くな。よし。おーっしゃ、ナイス。ふぶきだ。ふぶき、ふぶき。水。あ、水に。いや、電気の方がよかった。すぐ帰んな、すぐ。もう分かった、すぐ帰んなよ。うん。分かった。ここで金くん。水のやり合いしたって勝てないかもしれない。なんでかっていうと、意外と防御力あった気がする。効果は今一つのようです。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。ハイドロポンプのあれも少ないから、ちょっと。PP。水、どの組み合わせ？炎、水、草っていう。やっぱりそうだよね。絶対そうだよね。水、水、炎とかある。ありえそう。ありえない。ありえないでしょ。さすがにカメールの次は、火。やっぱ、じゃあ、カエル？はい、カエル。ライチュ。どうした？トレーナー。もうカメールは、ライチュで倒さなきゃいけない。うん、絶対に。波乗りか？おいし、ナイス、よし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 。リフレクターだから大丈夫かげん。さあ、このポケモン戦で試合の流れがどう変わるか。ん？草だ。草だ。ポケモンがモンスターに戻ります。まあ、聞くでしょ。あ、見ないでしょ。ここでベイリーフの登場だ。ベイリーフね。ベイリーフ。まあ、電磁波の方がいい。あ、これは。おっと。ああ。草かな、なぜここに鬼ドイルにするのがなぜかいいかというと、変えられても飛行の技効くじゃん、うん、ボールが開いてポケモンが姿を現します、草来い、草のしかかりだって、マジかよ、さあ今入れ替えたポケモンがどう変えるか、ほな、よっしゃ、鋭い攻撃、効果は抜群だ、え、特殊防御がある、あ、防御力があるのかな、あ、カウンターだ、あー、よく受けようだ、もう一回、もういいよ、やっちゃって、赤い構成する、うん、でも効果抜群だ、うん、うん、落ちかかった、よし、ヒット、まあ、よくやった、よくやった、これで雷が一番、何があった、電光石火、電光石火よりは効くだろう、雷、うん、電磁波しときたいけど、もういいや、あ、リフレクターする、リフレクターするよ、うん、リフレクターがあったからだ、こんな、あー、なるほどあ、でもベリーフがリフレクターしたわけじゃなかった、なんか、あれだ、カメール。カメールだ。あ、外れる。何やってんだよ。あ、ここで。あら、やっぱりな。やっぱりな、すると思ったよ。もう。両者とも大健闘です。おかしいでしょ。おかしいこと言って。あ、今度は、急所に当たんないだけ、もうマシにも、燃えてきちゃうもん。あ、嘘嘘、あ、嘘、電光石火、電光石火、麻痺してるよ、うん、麻痺してても関係ない、全然に切る、よーし、関係ない、おっと電光石火、次炎だな、うん、ここでダウンです、まあ雷中でいっちゃいましょう、水対水になっちゃうけど、え、水対水、カメックスと一緒の残り込み、水対水はちょっと
ここでリザードの登場だ。いや、はい。白熱したバトルが続いております。あのライチ麻痺してるけど、一回でも雷当てれば勝てんだから、カメラ。うん、うん。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。さあ、おっと地球に潜った。穴を掘った。ポケモンがどう活躍するか。え、何を選んだお前。いや、リザードの方が。リザードは、そうか、変えたからか。ああ、そっか。そうね。あ、カメックスが早いんだったら、カラにこもる有効？うん。やってみるよ。戦う構えに入って。あれ？なんだよ。リザードも早いんだ。なんで？やっぱりレンタルが遅いんだよ。おっと、防御力が。ちょっと待って、リザードが早いって分かった。え、先生の爪かな？先生の爪じゃないか。はい、はい、どうも。え？あ、やっぱり先生。これは大文字してきたね、今一つなのに。バツ。よーっしゃ、ナイス。はい、もう一発ハイドロポンプ。泥かけでもいいかもな。あの命中で、それハイドロでいこう。ハイドロ、ハイドロ。え、嘘、なんで？え、それは言えなくね？え、なんで？先生の爪じゃない？先生の爪じゃないよ、多分。相手が強いんだよ、なんか知らん。なんか知らんけどね。なんか知らんよ。お、やっぱ先生の爪。あ、先生の爪か。おっしゃ、ナイスー！あ、電光石火だ。あ、ミラーコート。あれだ。ライチの電光石火、電光石火。まひんなよ、まひんなよ。さあ大事だ、ミラーコートじゃ。もう電光石火一本攻め、一本攻め。まひすんな、もうそれだけ。これで最後のポケモンになってしまった。電光石火、熱戦が続いております。おっと、あー、まひ、まひ初戦。ナーツさん、ナーイス。バカ野郎。なんで大事な時に限って。ああ、もう笑える。不運だな。すげえな。あ、やっぱそうだ。これはどうだ。あーっと、やけどを負ってしまった。やけど、これ聞かなきゃ終わり。さあ、最後、これ、聞き足してよ。あー、もうな、終わった。もう、2回ともそれ。2回ともそれ。はい、俺らを負けさせたいの、このゲームは。うん。ってぐらい。ぐらい。の負け方。普通に、タイプにした、来たって、草に変えられるから。そうだ、ね。タイプがいたら。吹雪だ。カメです。ここ読めなかったら痛かったんだよな。カメです。戦う構えに入って。おっと、いきなりのポケモンチェンジです。そうそう。そこが痛かったんだよ。それ言ってよ。うん。ウンジョイルからじゃない方が良かったんだよ。フーディンからで良かったんだ。そうだ。さあ、まずは。例えばいい。おっと、あまり効いていない。さあ、このポケモンチェンジが相手にどう影響するか。これはどうだ、ある一撃。泥かけを4連発ぐらい。うん、はい、泥かけ。これで打撃攻撃に強くなりました。両者ともまだまだ疲れを見せておりません。ん、ここでポケモンを交代します。リフレクターして変えるっていう。あ、今度ここで不思議層の登場だ。泥かけしときも葉っぱかったんですよ。あ、この場面でなってくれる。うん。おっと、効いています。
さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。俺らも買いまくろう。うん、これ大事だわ。買いまくることが大事。うん、緑にしてきたらどうしてくる。水に変えてくる。まあどうだろうね。水には変えないのかな。まあ、変えんだやっぱり。変えるんだね。うん、こ焼けた木の実誰が多分そうだ。ここでリザードだ。あ、リザードなんで。なんでリザード。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。カウンター狙い。カウンターじゃあしてくるぞ。じゃあ今ディフディの方が良かったかな。ここでポケモンをチェンジ。ああ良かった。だからいろいろ考えて、あの変えるモンスターを考えて。何変えてくる。本当に来るのか。こっちも変えるか。いやでもダイモンチありえる。あり得る。両者とも睨み合って。俺は変える時に限って変えない。泥かけ。泥かけ、うん、変えるのかな。ここでポケモンを交代します。いいよ、全員の命中率下げよう。もうひたすら、ひたすら全員の命中率。ボールが開いて、それでも当たんだけどな、どうせな、うん、どうせ葉っぱカッター当たるよ。この攻撃アルツ当たった。成功。能力を下げました。フレクターか。さあこれはどうだ。葉っぱカッター当たんなかった。次は、うん、泥かけ効いてるんだな。このポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。はい、取り口。はい、あ、帰ってこない。帰ってこない。なんでだ。強い攻撃。リフレクターしてる。これは効いている。ああ、リフレクターしてないわ、やっぱり。リフレクターする前だ。いや、リフレクターしたから、火に変える。はい。で、能力調子を。少しでも効いた方がいい。うん。うん。あ、かしてこなかったな。なんかよくわかんねえな、相手。なんだろうね。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。鳴き声とともにポケモン登場。リザード、さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ダイモンチ帰るよ。もちろん危ないよ。カメックス押すなよ。うん、カメックス。でもここでポケモンを取り口の方が良かったです。なんかちょっと効くから、うん、効く。ちょっと減らしとくっていう感じで、うん、まあまあ火傷ったら困るもんね。火傷負わないように。結構効くんだよな。あ、ここでおっと、これはいまいち。まあ一つ効くな。あー、じゃあようやく効いた。ここが効くことがね、うん、まあ大事すぎる。さあ、伊達のポケモンは一匹しか残っておりません。相手ストロークだけ。もう風物が効かないよ。ボールが開いてポケモンが姿を現します。まだこんな HP や。現在のところ、残るポケモン。ああ。この攻撃よし。ちょっと力振ったか。ドロかけ2回してんだぞ。無理無理。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでフーディンの登場だ。さあ熱いバトルが展開されております。さあこの場面でヒット、いい感じです。はい、これで打撃攻撃に強くなりました。さあ次の一撃で勝敗を決するか。よし、いい球きました。イエーイ、ナイス。オッケーオッケー。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。
戦わないと普通に負けるからね。うん、今後ジムリーダー負けた時とか注意が必要だと思います。思います。はい、はい、ジムリーダーの伊吹戦ということになりますが、はい、どういう面についていくんですか。フーディンとカメックスとソータです。フーディンっていうのはどういう理由。まあ変えられないだろう、まあ、変えられないだろうなって、なんか誰に対しても良さそうだなっていう感じですね。うん、なんか誰が来ても特に弱いタイプはいないとですから。そういう観点からね、タイプ相性で決めませんでした今回。うん、いきなりかよ。そうなの。アイドルか冷凍ビーム。じゃあいい。ここでトーナンスのところだ。うん、いい。恩返しってどんな。どんな技だ。これでもよく普通の、何普通の、普通の打撃。打撃攻撃。いや、ちょっと待てよ。さあ、大事だぞ、ここ。何が恩返し、竜の息吹、ハイドロコンプレート。さあ。何がまあ、恩返しそんな効かないから、効かないであろう技をした方がいい。ということで、ミラコ、ミラコ。恩返しか。てか、なんでそんな恩返ししたいの。さあ、これは、アルイット。確かに。あんないい技ばっかり持ってるのにさ。おっと、攻撃が外れた。両者とも大健闘です。もう冷凍ビーム来るんじゃない。もう冷凍ビーム来るんじゃないか。正直来なかったら終わりですね。はい。両者のもう二段目は動きません。来なかったら終わりだ。はい、ドアポンプ。おし来た。よし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 、キングドア倒した。キングドア。さあ、ここ大事だったね。ソーナス倒すためにキングドア、はい、キングドアを倒すためにソーナスを持ってきました。した。はい。倒しました。キングドア倒したらでかいよ。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。さあ次なんだ。ここでタイドンの。サイドよし。これは先ほどのポケモンの実力を払う。これでジャスティンを見せてくれるか。またやまた余裕着々。真のしかかりホイール。まあどうせカウンターしかないけど、まあ生きたらってやつだね。カウンター生きたらいいねっていうカウンター。道塚生きてたらいいねっていう。両者とも二段にあったまま動きません。生きるわけ、生きるわけ、生きるわけ。ここで自陣攻撃。よーで、カメックスにしたらホイールしてくると思う。ホイールは先制攻撃では。ではじゃあ入ります。カメックスにスルー、吠えられる前にハイドロポンプができる。できる。よし、多分。じゃあ、帰ってくるかな。帰ってきそう。帰ってくるとしたら、電流。電流。じゃあ、電流にしてきてもハイドロポンプは効く。うん、ということで。ハイドロポンプ。よっしゃー、よっしゃー、出てこなかったか、聞けよ。よっしゃー、ナイス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 。これでかいわ。でかすぎる。でかすぎる。いいよ、来た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 。初挑戦です。初挑戦。ここで二度キングよっしゃ、来たんじゃ。ちょっと待って。現在のところ地震、シャドーボールの仕掛かり。はい、ドポンプ。ドポンプ。あれ？まあ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 、しゃあないんじゃない。急所。ダブレー。あー
でも風に生き残ってる。よくねえよ、それは。生き残ってる？生き残ってたってちょっと厳しいんじゃないですか？そうですね、もう負けたくさいかもしれない。さあ、どうする？もう死なせる。トレーナーの指示がありません。さて、え、なんでこういう時だけ早くなんないの？どっちが早い？え、ニドキングの方が単純に早いのか。おっとダウンだ。じゃあローボール持ってるニドキング。ああ、一発じゃ死なない。シャドーボールは打つ、死ぬ、死ぬ、物理とかじゃないよ、もう生きるかだよ。先多分救助、これ救助。お、のしかかりだ。やった、勝った、勝った。シャドーボールじゃなかった。なぜシャドーボール、なぜシャドーボールしてくれない。やったー、勝った。よっしゃー、よくやりました。勝ちました、ニドキンクリ。いぶきもクリアです。次はしてんの、次してんの。あー、結構大変そうだな。で、チャンピオン勝てなかったらまた四天王の1からやる。四天王は1からやった、やって5人いるって結構大変だね。5人いる、大変だ。なぜしてこなかったんだ、シャドーボールは。それよくわかんない。あー、こういう風にね。4人だけど、チャンピオンもいるから。チャンピオンもいる。あの、隠れみたいな。隠れ。はてな、はてなマークみたいな。うん。あ、こうやって登ってって。で、一番最後の会場がチャンピオン。チャンピオン勝てなかったら四天王1か。ちょっとそこできつくね。で、しかもモンスターは、あ、一回か、モンスターは変えられない。モンスターも変えられない。モンスターも変えられない。結構大変な戦いになります。はい、ということで今回は終わりたいと思います。R35 でした。でした。